藤浪晋太郎、劇的変化の理由が判明。アスレチックスの藤浪晋太郎が日本時間10日、敵地ボストンでのレッドソックス戦の8回ワンアウト2塁に救援登板、2人を続けて牛に打ち取り、6試合連続無失点で前半戦を終えた。開幕から先発で4連敗し防御率が14点台と炎上が続き、中継ぎに配置転換されてからも制球力を改善できなかった藤浪だが、ここ10試合の防御率は 2.45 と安定してきた。前半戦の成績は31試合で5勝7敗2ホールド、防御率 9.00。なぜ藤浪は激変したのか。明らかに改善したのは制球とストレートの威力だ。ここ10試合で与えた四死球はわずかに2つ。逆に奪三振は11イニングを投げて13個もある。ストレートを軸にした配球に変えて、そのストレートは160キロを連発。最速は164キロをマークしている。現役時代に阪神、大英、ヤクルトで先発、抑えで活躍した評論家の池田企画差しは、メンタルフォーム適応の3つが進化し、リンクしていることが激変の理由だと分析した。藤浪の激変に伴い8月1日の期限までの電撃トレード案も浮上している。すでにプレイオフ進出が絶望的なアスレチックスが、評価が高まっている藤浪をプレイオフ争いに向けて戦力を補強したい他球団に放出して、来季に向けての有望な若手と交換しようとするのではないかとの見立ててだ。もともと、アスレチックスは、高額年俸選手をトレードに出して、若手を育成するというサイクルでチームを強化するのが、マネーボール以来の球団方針でもある。池田氏もトレードの可能性もあるだろうね。今の藤浪が勝負のかかったチームでどれだけの結果を出せるかを見てみたいし、そうなると彼の野球人生の大きな岐路になるのではと見ている。後半戦の藤浪の投球に注目が集まる。細けいことはいいんだよ、で MLB でも押し切れるポテンシャルがあるというのは素直にすごい。真ん中に構えるミットがいい感じで目標になってるんでしょうね。森捕手もど真ん中に構えます。と言ってたから、それが正解なんでしょうね。細かい制球なんてできないから、小さい時から気持ちよく投げていたことをそのままさせれば、藤浪の良いところが出てくるというわけですかね。やっぱり藤浪は大リーグに合っている。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。